皆様こんにちは。竹野内豊です。黒木春です。今回私たちは刑事裁判官として公平さを象徴するカラスのような黒色の法服に身を包みます。竹野内さん演じる型破りのくせ者裁判官と私が演じる堅物エリート裁判官による爽快リーガルエンターテイメントです。ドラマ一系のカラス、ぜひご覧ください。この春、法廷を舞台にした新ドラマが始まる。やったんだ、聞き込み。知りたいんですよね、真実を。納得いきません。私は責任を果たすべくこの2度目の現場検証に来ました。やっぱりかっこいいです。道夫さん、心読むんですよ。単独でなく合議制で。部長の駒沢です。要注意事務所で伺ってますが。来ちゃいましたね。出るぞ。まずいですよ。裁判所主導で現場検証を行います。ありえません。法廷を出て捜査まがいのことをやる。あなたの職業は何ですか。全員にとって一番いい判決を下したい。この審理に私も関わっています。仲良くやってくださいね、入間君と。道夫さんと千鶴さんの組み合わせ、見逃せませんよ。これがその根拠です。こっちでやっとくから。この資料がなぜこれほどの赤字か、原因は入間さん、あなたです。じゃあこれ合議制でどうかな。いいやり。この公判、裁判長を交代してください。恥を知りなさい。一系のカラスになれ。一系のカラス、4月5日スタート。